はい、始まりました。じゅうちゃんオートです。本日はですね、12月3日、川口オート3日目準決勝が行われます。今来てですね、ちょうど7レースの試走が終わったところですね。まあ、7レースからちょっと勝っていきたいかなというふうには思っております。そして今ですね、ここ、ビクトリーなんだ、ここからですね、勝った選手がですね、出てきて、こちらちょうど逆のね、あちらの奥の方に見える、ステージですね。あそこでですね、まあ、勝利者インタビューみたいなのをやったりとかするところなんですけど、今日ね、ちょっとここが空いてたので、ちょっとオープニングここから、撮らさせていただきました。昨日ですね、まあ、雨が降ったりということで、今走路状況はですね、ブチ走路ですね。まだ雨は降ってないんですけど、乾ききってないということで、非常にですね、また難しいコンディションだと思います。はい、7レース変えました。私このように変えました。ですね、まあ硬いんですけど、黒岩選手とあと柴山選手ですね。思想は柴山選手が一番よく見えたな、柴山選手ごめんなさい、黒岩選手が一番よく見えたなというふうに思います。走路がね、まだちょっとまあブチではあるんですけど、だいぶ乾ききってですね、思想タイムもだいぶ出てくるようになってきました。そういったことを考えますと、やっぱり雨校舎というよりも、やっぱり晴れでね、調子のいい選手をまあ、少し狙った方がいいのかなというところで、黒岩選手を中心に買ってみました。まあ、それと紐どころで、3番ですね、3番とあと6番、はい、6番の選手、福永選手ですね、まあ、雨がまだね残っているということで一応6を抑えたということと、あと3番の斉藤選手ですね、まあ、今節まあまあ調子いいですね。まあ、初日とかも良かったんで、ちょっと狙いたいなという形で、変えました。まあ、一番怖かったのはちょっと浅野選手ですね。5番の浅野選手がどうかというところなんですけど、まあ、今回私は、ちょっと蹴っ飛ばさせていただきましたということで、3連単勝負したいと思います。3番のフライング再発動ですね。8レースですね、一応このように変えました。まあ、このレースはやっぱり永井選手に歯向かうことはちょっとできないですね。なので永井選手は頭固定ということで、2着は結構混戦になるのかな。2番で結構折れてるんですけど、僕は2番があんまりよく見えなかったっていうのがあります。あとはやっぱりもう走路は乾いてきてるんでね、そういったことを考えると狙うところはちょっと違うのかなというふうに思いました。1番の選手がね、結構逃げ足があるので、1番が怖いというのと、あとは4番の選手ですね、4番の選手も僕は晴れてくれば意外とこう前で残っていくのかなというふうにも思いますね。やっぱり藤波選手と福村選手がですね、もう一息というところがあるので、まあ、そういったことを考えますと、やっぱり前身が少し強いのかなというふうに思います。後ろから来る永井選手だけということでですね、一応私の場合は、
8番から1番と4番本線ですね。あとは、6番のね、一応福村選手まだ若干濡れてるんでね、福村選手、濡れ走路は得意なんで、まあ、そういったことを考えて一応2着目の、抑えという形で買いました。なんか行けよ、はい、9レースですね。ここからが準決勝戦になります。このように変えました。まずね、3番の深谷選手、あとは4番の真中選手ですね、こちらですね、10戦前になるんですけど、重版税からね、なぜ、まあ、ここから狙ったかということなんですけど、まあ、思想を見てですね、まあ、今回のメンバーの出場メンバーがね、みんな通る道が一緒というか、まあ、内側を走る選手が非常に多かった。で、思想を見るとみんな一直線なんですよね。で、今走路を見ると、まあ、なかなかね、乾いては来てるんですけど、どうしてもこう外を使えない、そうなってくるとどうなっていくかというと、意外とこう前へ習いじゃないけど、ずっと一直線で並んで走るっていうパターンが結構ありえるんじゃないかなというふうに思いまして、今回は、10戦のスタートいった順ですね、真中選手と、あとはスタートの早い深谷選手、こちらの方を、ね、狙ってました。思想はあんまり良くなかったんですけど、深谷選手とかはね、まあ、あと後ろの目で鈴木清志選手ですね、まあ、清志さんがね、やっぱりスタート早いし、雨も濡れ、走れるし、ただ今回頭までどうかなっていうふうに思いますね。スタートでね、10戦食ってくるような形であればこれ頭だと思います。まあ、今回ですね、この準決勝の9レースですね、まあ、この走路と同じようにやっぱり難しいですね。どこからも入れるような形です。私はあえて10戦前の選手から狙ってみました。さあ、3番深谷、頑張って、スタート来て、
旗が振られました。赤旗が振られました。ちょっと危ない感じ。10レースの選抜戦、5番の五十嵐が直線コースでバランスを崩して落車、その後ろから4番の斉藤が乗り上げる形になりました。10レースの選抜戦はアクシデント、ちょっと4番の斉藤鉄人多そうであります。2つ目の10レース準決勝場内放送です。お客様に申し上げます、ただいまの第10レースを不成立といたします。はい、11レースですね、先ほどのレースは不成立という形ですね。五十嵐選手とあと斉藤哲さんがねちょっと落車しちゃって、ちょっとヒヤッとしましたけど、なんとか2人とも、自分の足でですね救急車になることができました。まず良かったです。このレース次ですね、11レースなんですけど、まず1番車の、上岩田選手、あとは、思想26の中山光るんですね。やっぱり光るんがね26これがどうなんだろう、初日2日がねあんまり良くなかったんですよね。だから完璧信用ができないかなっていうところはあります。ちょっとクエスチョンマークの26かなと思ってます。だけどやっぱりピンかパーですよね。やれば1着2着はないとは思ったんですけど、とりあえずですね、上和田選手からですね、このように流しました。568ですね、山田達也選手、思想あんまり良くなかった、あとスタートがねやっぱり若干遅いということ、あとは、5番車笠木選手ですね、スタートやっぱり早いですから、そういうことを考えると、2着目3着目も十分あるのかなというふうに思いました。そして、こちらですね、光る頭、6番を頭にですね、1番の上和田選手と、5番の、笠木選手、あとは山田達也選手ですねを、2着目3着目という形で、あとはプラスしてですね、1661本線にして5番とあと3着目で5番と8番にしてですね少し厚く買ったという形で、基本はやっぱり16本線1661本線で、買いました。どのようになるかという形で、安全にですね走路がちょっと不安定ですということで、皆さん無事にね、6周回頑張っていただきたいと思います。神谷田頑張れよ、最終12レースですね。今のレース取ったと思ったら最後、1番まくられちゃいましたね。7番の長田選手にやられたということで、最終12レースですね、今回、3番、武藤選手、こちらの頭から買いました。あとは、5番6番7番ですね、一応ですね、5番の鈴木博和選手ですね、こちらも
一応買いました、鈴木選手ねスタート力があるんでねスタート食っていけば頭であるかなというふうに思いました、なかなかね2着3着ってのは難しい選手なので、まあ、頭か着外かなっていう形ですね。やっぱりあと大木選手もね調子は悪くないのでやはり抑えでね2着目3着目があるというふうに思って勝って、あとは水木選手ですね、水木選手も、まあ、今節ね、まあ、なかなか頭取りができなかったって形はありますけど、まあ、芯の方は安定していい形だと思いますので、まあ、そういったことを込めますと、まあ、2着3着目は十分あるのかなというふうに思います。1着になるとすれば僕は武藤選手じゃないかなというふうに思って武藤選手を頭という形で買いました。はい、最終レースですね、正式出てきました。このレースね、準決の中で一番ですね結構厳選じゃないかなというふうに私は思っております。その中でもね、3番の武藤選手、まあ、10戦前、10判定よりも10戦前で戦えるということ、あとは気候も良かったということで、この3番武藤選手頑張ってね、武藤さん、こちらを自分にして勝っています。あとはやはり、6番の小林鈴木選手、あとは7番の大木選手、こちらもですね、自分も実はまあまあ調子がいいという形で回していただきました。あとは5番の美濃勝選手、スタートどこまで行くかですね、いいか、まあまあ、こんな感じではあるかと思います。残したねスタートね、残しちゃったからな。いやー1着2着3着でした、あ1着2着4着でした。いやー17、うわー4か、きつかったな。ということで準決ですね、やられました。今日は、全部でいくらだ、8000円ぐらい負けたか、うん、悔しい。今のレースもな、3頭で勝ってて、まあ、まさかね4番がスタート残せると思ってなかったんですね。5番に食われるかなと思ったんですよね、まあ、そこがちょっと、展開違ったかなと思いますね。意外と少なかった、7400円しか少なかったですね、376の方がついてたんだな。やっぱ4番ね思想が良かったからな、水木最後頑張ったんだけどな、欲しかった、まあ、ということですね、本日のしゅうちゃん王と、個人的には3敗でした。なかなかこの3着目ですね、頭はまあまあこの人かなっていう形ではあってはいるんですけど、どうしても紐ですね、そこがやっぱりもうひとひねりというか、
こうなったらという考え方をですね、もうちょっと詰めなくちゃいけないのかなっていうのがすごく反省点としてはあります。まあ、本日よ、まあ、準決勝終わって明日決勝戦ということなんですけど、まあ、明日ちょっと、来れるかわからないんですけど、また来れたらですね、明日はまあ決勝戦、まあ、見てみたいのでね、頑張っていきたいというふうに思ってます。ということで、まあ、本日のしゅうちゃんオートですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。そして、またですね、動画の方を見ていただけますように、チャンネル登録と鈴ボタンプッシュよろしくお願いします。ということで本日のしゅうちゃんオート以上です。最後までご視聴ありがとうございました。